勝負と、そして林さん、はい、記録も楽しみなこの決勝ですね。そうですね、まず注目してほしいのは前半の入りですね。前半 50m を何秒で折り返すかというところが一つポイントになると思います。予想としてはやはり北島選手が、トップでいくと思いますので、それを注目してほしいですね。何が何でも代表権をという北島と、そして右が立石です。4年前は悔しい思い、あと一歩のところでオリンピック代表の座を逃しました。北島選手は目標であり到達点、1位でオリンピック出場を決めたいということは、北島に勝ってオリンピックという本人の強い決意ですね。北島選手27秒台で前半入ってくると思いますね。それにどれだけついていけるかというところが勝敗だと思いますね。世界記録の前半 50m が27秒67ですから、それを意識した入りということですね。はい、4コースが北島、5コースが立石、6コース山口、7コースに富田。6コースの山口、7コースの富田あたりは後半伸びてくる選手でしょうね。そうですね、今回のこの100もそうですが、まあ、結果次第では200に非常に通じる結果になると思いますね。選考会第88回日本選手権男子 100m 決勝、北島いいスタートを見せました。7コースの富田もいい反応を見せましたが、浮かび上がって北島が早くも少し出ようとしています。北島が早くもトップ。3コースの佐久本が少し遅れている。5コースの立石も前半から飛ばしています。6コースの山口、7コースの富田は少し遅れ気味ですが、後半に強い選手、北島が飛ばしていますね。いい泳ぎしてますよ。世界記録との比較です。紫のライン、世界記録よりも速いペースで前半入りたいと話している北島ですが、どうか。27秒69、ほとんど変わりない。世界記録ペースの北島の前半の入り。北島、立石、先ほどという順位で折り返して、さあオリンピックに向かっていく北島。立石がここで出てきた。まだ世界記録ペース、まだ世界記録を奪っている。黄色いラインが派遣標準タイムですが、北島世界記録との戦いだ。立石もつけている。立石もまだ派遣標準タイムを奪っている。北島1着でフィニッシュ。そして立石も2着、オリンピック代表決定。日本記録ですね。日本新記録で決めてみせました。北島とともにこのオリンピックの代表を2人掴んでみせました。さらに6コースを終えた山口は高校新記録です。いやーすごかったですね。林さん、はい、これが日本の競泳の、特にこの平泳ぎチームの世界に誇るレベルの高さでしょうか。はい、やはりあの今回のこのタイム、まあ、日本記録ではあるんですが、前半の入りが27秒6、これはもう世界を意識したタイムだと思います。これはやはりオリンピックに向けての、まあ、金メダルに向けての第一歩の、結果だと思いますね。北島自身が北京の金メダルのタイムを上回った今年の日本選手権です。さあ声を聞きましょう。放送席、そして場内の皆さん、もう場内の皆さんも総立ちになっていますが、見事代表を決めたお二人に話を伺います。まず北島康介選手です。4大会連続出場おめでとうございます。ありがとうございます。まずは過去3大会と比べて今回決めたこの喜びいかがでしょうか。そうですね、もう、まあ、今回また違った意味で、格別な気持ちで今、気持ちでいっぱいです、はい、すごい4年前とは違うし8年前とは違うし、また違った気持ちでこの選考会に臨めて、もう高いレベルで、オリンピック代表を決めれたのがすごい嬉しいです、はい、若手の追い上げを感じているといった中で迎えたこの選考会でした。そこで日本新記録で決めました。これについては、そうですね、去年 100m は
非常に情けないレースして悔しい思いしたので、今年は100でもどうしてもやっぱ勝負したいっていう諦めない気持ちと、そういう若手からのね刺激でここまで自分奮い立たせてやってくることができました。夏本番で世界で勝つために非常にいい形でレースを終えたんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、自己ベスト出せたというのはすごい大きな自信になりましたけれども、まあ、この100に関してはまだ世界で勝負できるかといったら、まあ、まだ僕の方が分が悪いのかなというふうに思っていて、まあ、この夏までにこの 100m、弱いところを穴埋めして世界のトップ選手ともう一回勝負できるように、またこれから頑張っていきたいなと思います。前半は世界記録ペースでした。夏に向けてどこを修正していきますか。全部ですまだ200も残っているので、200はもっと厳しい戦いになると思うし、横にいる寮にしろ、ね、強い若手がたくさんいますので、負けないように29歳頑張ります、はい、楽しみにしてます、はい、頑張ります。